東京マーケットワイド、代わっては投資信託のコーナーです。ゲストをご紹介しましょう。日清アセットマネジメント株式運用部チーフポートフォリオマネージャーの伊藤拓さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日は名前いいですね。源泉投資。そうですね、源泉のお話を頂戴します。はい、はい、まずはパフォーマンスから。はい、パフォーマンスいいんですね。そうですね、はい、ご覧のようにこれは源泉投資のマザーファンドになりますけども、はい、ちょうど3年半前に運用を開始しておりまして、はい、ご覧のグラフのですね、一番上の紫色の折れ線がそのファンドのパフォーマンスになります。はい、ご覧いただきたいのはですね、最初の運用開始直後はだいたい黄緑色のトピックス配当込みと同じようなパフォーマンスで推移しているんですね、はいはい、それほど差がない、ただご覧いただけるように時間の経過とともにこう超過収益ですね、はい、タイトピックスに対する超過アウトパフォームが増えてきているということがご覧いただけると思います。当ファンドはこう、まあ、徐々にですね、ゆっくりと安定的に、まあ、タイトピックスでいうと、まあ、超過収益を獲得していくというようなことを目指していまして、3年半で、まあ、絶対額としてはおおむね倍になりまして、はい、タイトピックスで申し上げると、まあ、50% 以上の超過収益を積み上げてきております。はい、2014年10月つまり3年半前にスタートからの積み上がりが3年半でこの投資は倍になった、2倍になった、そういうことになります。トピックス その途中の経過と合わせると 50% アウトパフォームしている、はい、ということ。いいですね。 ありがとうございます。ということで、源泉と言ってますけども、これファンドの特色ってどんなところになるんでしょうか。ええ、ファンドの特色はご覧いただけるように、まあ、3つ、大まかにありまして、一つ目は日本株投資、日本株の投資でございます。はい、でちょっと中書きで書いてあるんですけども、相場が大きく下落すると思った場合にはですね、トピックス先物を売り立てることによって、まあ、ファンドの財産を、まあ、ディフェンスするといったこともヘッジすることもたまに、行うことがありえますということです。はい、で2点目は申し上げた通りで、まあ、長期的な成長を目指してまして、収益力が向上していって、はい、まあ、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して、はい、これが厳選の源ですね。はい、そうですね、厳選、はい、の名前の一つの由来になってございます。はい、で3点目は一番このファンドの特徴的なところなんですが、まあ、財務データとしてこう確認できる、まあ、見えている情報だけではなくて、はい、企業の競争力のもう一つの厳選ですね、厳選、競争力の厳選である、まあ経営力とか組織力、こういったものをですね、まあ目に見えない資産と考えておりまして、これを重視した銘柄選定を行ってございます。今割とその企業の IR の姿勢として、財務データだけではなくて非財務情報も出してこいよと、統合報告書の中にしろよという傾向がありますけども、それ以上にやっぱり企業をウォッチしてるっていうふうに見ていいんですか。まあそれ以上にかどうかはね、度合いがよりますけども、はいはい、まあ、ちょっと違う独自のアプローチによって同じような非財務情報を、まあ、私たちなりにですね、はい、非常に効率のいい形で分析しに行っているというのがこの当ファンドの面白いところかなと。当然ながらやっぱり企業工場だとか訪問したりウォッチする、はい、ということもあるということですね。そうですね、はい、さてそういう中で競争力の源泉、これが一番キー鍵かと思いますが、はい、目に見えない資産をどう見ていくのか、ここですね。はい、ご覧いただいている図のようにですね、これは当ファンド の肝の図なんですが、はい、まあ、見えているその真ん中の四角い図のですね、左側の青いところに左上に物的資産、はい、それから左下に金融資産というのがあると思うんですが、はい、これは私たちでいうとこの見えている資産なんですね。もっと分かりやすく言うと PL とか BS とかキャッシュロー計算書だと思っていただければいいと思います。はいはい、で、これはですね、これらの見えている資産っていうのはですね、まあ、誰もが見えますし、はい、多くの投資家ですとか、まあ、メディアの皆様がいろいろもう計算したり、はい、もう分析されている部分だと思うんですね。ただ私たちの考えでは、この見えている資産というのはどちらかというと企業活動の結果を見ているに過ぎないというふうに考えています。はいはい、まあ、例えて言うなら広島カープが優勝したのを見て、はい、広島カープはやっぱいいチームだよね、強いよねって、ね、はい、やっぱり言った通りだろうみたいなっていうようなことに近いと思ってるんですね。カープファンですか。あ、カープファンだ。たまたま去年優勝してるさ。で、やっぱここの見えてる資産を、まあ、に分析の労力を多く費やしてもですね、やっぱりそれほど付加価値っていうのは得られないんじゃないかっていうふうに私たちは考えてる。はい、で肝になるのはこの逆側ですね。
右側にあのオレンジ色の部分ですが、一番真ん中に組織資産、はい、そして、右下に人、人的資産、はい、で右上に顧客資産、はい、っていうこの3つのですね、見えてない資産というのが実は企業の裏側にボーンとあると、これが重要だと、はい、これがあのこの分析がですね極めて重要であるというふうに考えてまして、当ファンドではこの3つの見えない資産、組織資産、人的資産、顧客資産というのをですね設けて、これをそれぞれあの私たちの全アナリストとともにですね、はい、今ですと600社以上にこの3つの資産に関してですね、はい、点数をつけて、その点数がいいものに基本的に投資していくといったことをあの愚直にやってございます。それが点数をつけたっていうのはさっきあったあのチャートの中の厳選スコア、ね、上位っていうのはこの点数のことですね、はい、おっしゃる通りでございます、はい、あの今申し上げた見えない資産を点数化して、はい、上位半分の銘柄に約300銘柄にですね、均等投資 していった場合のシミュレーションのチャートなんですが、はい、この折れ線グラフの真ん中にあるチャートですね、まあ申し上げたいのはそのデータに基づいた投資だけでも、はい、しかも300社という結構あのダイバーシファイされたファンドでも、結構安定的に市場平均よりは超過収益を出しておりますよ、はい、ということをあの申し上げたいということで、はい、そして今の源泉のところに戻りますが、はい、ワクワク生き生きニコニコというキーワードが右の方に出てます、はい、これはやっぱりワクワク生き生きニコニコする会社がいいってことですね。おっしゃるとおりです、はい、この、 あのキーワードが重要でして、はい、組織資産というのはその会社の企業理念とか文化ですね、ええ、これが本当にその会社のど真ん中に、はい、確固たるものとしてあって、はい、あの企業の意思決定とか、まあ、戦略とか、はい、ちゃんと本当にこの組織資産に基づいて事業が行われているかというのを極めて重要視しております、はい、で右下の人的資産というのはその顧客資産に共感して生き生きして働いている従業員がどれぐらいいるかということを、ええ、あの見ております、はい、で右上の顧客さんも似たようなコンセプト、はい、ちゃんと組織さんに接していると思うんですが、お客様もですねちゃんとその組織の企業理念とか文化に共感してくれている、はい、いいお客様がどれくらいいるか、こういうのをですね軸にあの見て点数化しているということでございます。これ、まあ、あのいわゆる投資の原点ですよね。そうですね。で投資家さんがこれ600社もやろうと思うと大変ですけど、その意味ではあの西瀬さんやってくれてるとありがたい。そうですね。ということになりますよね。あの我々はあの20名ぐらいのアナリストがおりまして、はい、あの日々ですね企業の経営者とあのディスカッションして対話もしておりまして、はい、あのやはり経営者に直接こういうことをあの質問の中でですね、対話の中であの聞き出していくと、こういう見えない資産というのが、はい、あの結構あの分かる部分が多いんですよね、はい、それをあの愚直にやっております。今日たまたま日本経済新聞大気消費というコメント、あのコラムの中にもその ESG 投資ありました、ね、数値だけじゃダメよね、やっぱり企業に行って人と会って社長のトップの考え聞かないと見えないよねっていうのはあります、うん、そういう発想ですね、やっぱりね。そうですね、はい、この非財務情報こそ分析の付加価値があるというふうに信じております、はいはい、さて、成長の持続性の評価、これも難しいと思いますが、うん、そうですね、あのこれはコンセプトの図なんですが、はい、いわゆるこう成長していく株に投資するっていうのはあの他のファンドと全く同様です、はい、で問題なのはこれからも成長していけるかどうかが当然勝てるかどうかの見極めのポイントになるわけですね、今までは成長してきたと、でもそれが将来にわたってか、まあ、革新度があの高くなくなるということで、はい、まあ、あまり勝てないということが起きちゃいます。当ファンドはあのこの成長し続ける会社を効率よく見極める手法が今申し上げた、はい、見えない資産が高い会社であるというふうに考えておりまして、はい、ですので見えない資産が高い会社にですね本当の成長株であるというふうに思ってですね、あの投資をしていくということは、例えばその例えば四半期ごとの決算だとかいうことではなくって、中長期の成長シナリオをどう分析するかって、うん、ここが要ってことになりますかね。そうですね、はい、あの業績予想はもう当然あのやってるんですが、はい、あの5期というかなり長いあのスパンで業績予想そのものを、あの全アナリストと一緒にやっておりまして、あのファンダメンタルズの分析は5年以上精緻にやると、加えてこの見えない資産の評価が高いものを加えることでより本当にまあ実現性の高い成長の角度を、角度の高いですね銘柄にまあ投資していくと。でやっぱりあれですか、いいものはいい、ダメなものはダメっていうこの判断はやっぱりしていくってことですね。そうですね、この枯れる木もあるってことは、枯れる木もやっぱり当然あると思います、はい、ですので、今ですと46銘柄ほどに比較的集中的に投資をしてございます、はい、46銘柄集中投資といったところですね。それから、Facebook の公式アカウントをお持ちになっている、はいはい、これがあの当ファンドの、あの面白いところでして、
最近よくメディアに取り上げていただいてるんですが、はい、ご覧のようにですね、このファンド専用の特設のホームページを、はい、ご用意しておりまして、右手の方には Facebook ページもご用意しておりまして、日々ですね、私とか他の源泉投信チームのメンバーからですね、情報発信をやってございます。はい、これは一方通行ですか、対話型なんですか、どっちですか。まあ、できれば皆様にも、はい、Facebook はコメントも書けますので、できますよね、はい、ぜひコメント書いていただきたいんですけど、はい、あといいねも押していただきたいんですけど、いいねもたくさん押してないと、はい、そうなんです。やっぱり直接受益者の皆様に、情報をお届けして、このファンド の本質を理解していただいて、長期的なファンになっていただきたいという思いが強くございまして、はい、このようにですね、ウェブサイトと Facebook ページをご用意しまして、情報発信に努めております。この Facebook のページ、今 の説明資料にも入ってたんですが、このゾウさんは何なんでしょうか。そうですね、ゾウは私がこのアイデアで出したんですが、ゾウっていうのは結構アフリカでですね、はい、唯一いろいろなですね、周りのデータから分析して、はい、砂漠の中でですね、水脈を発見できる動物だって言われてます、ね、賢いんですね。賢いです、はい、まさに水の水脈、源泉、はい、枯れた大地に源泉を見つけることができる動物であって、当ファンドの考え方に極めて近いと思って、はい、ゾウさんがやっぱりいいんじゃないかと。でゾウさんがこう水を吹いてると思うんですか。なるほど。七色のいろいろな個性がありますので、投資先の会社、そういったこう七色の投資を、投資先を集めて、より良いパフォーマンスを安定的に獲得していきたい。企業をレインボーにしてくれる、そうですね、いろんな個性が皆さんありますので。最初風船かと思ったらお水なんです。そうそう、これはお水なんです、ね、お水なわけですね、ということで、運用実績もレポートでマンスリーで出されているといったところですか、はい、これもご覧いただけるというところ、はい、これは月報でございます。ご参考までに組入れ上位なんかもちょっと見せていただけるとありがたいんですが、例えばその FPCO とか OLC、うん、三井住友フィナンシャル、信越、マネーフォワード、結構大型から中古型まで入ってきていると。それからそうですね、はい、ヤクルト、アイスタイル、アサヒグループホールディングス、レオン自販機、大塚商会、といったところがやっぱり厳選の組で上位10銘柄といったところで入ってきているということですね、はい。そういった意味では大変ですよね、あちこち会社行くのも。そうですね、20人とはいえ、20人とはいえ、はい、でも仕事の本業ですので、いつも頑張ってます。で数多く行かれた会社の中から厳選されたものを選んで投資をしていくというのが厳選の由来ということですね。はい、もちろん投資ですがリスクもありますけども、お求めの際は松井証券等々証券会社でお求めいただければよろしいということなんで、はい、ぜひご興味いただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。投資信託のコーナーでした。